はい、それではガンノートミニスタートしていきたいと思います。今日のゲストはマスコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マスコさん、よろしくお願いします。マスコさん、目大丈夫ですか？あ、ちょっと網膜剥離になっちゃいまして。網膜剥離はい、本当昨日おとといの話なんですけど。あ、そうなんですね。昨日おとつい、わー、じゃあ、それもなんか、断定はできないけど、副作用、抗がん剤の副作用の可能性もあるし、たまたまタイミングが今だったっていうところもあるらしいです。はい、そんな中ありがとうございます。出ていただきましてありがとうございます。はい、そんな、がんノートなんですけれども、ちょっとだけですね、皆さんに紹介していきたいと思います。がんノートは、がん経験者さんのインタビューウェブ番組でございまして、僕自身がですね、25歳と27歳の時に、肺細胞腫瘍というがんになってるんですけれども、医療者に聞いた医療情報を教えてくれると。ただ、生活の情報ですね、お金のことだったりとか、家族のことだったりとか、恋愛結婚だったりだとか、あと、仕事のことだったりとか、そういった情報っていうのは全然、やっぱなかったんですよね。だから、患者さんに聞くと、結構いろいろ教えてくれたりとかして、あ、この情報ってめっちゃ大切やんと。じゃあ、それをみんなとシェアできたらということを思って、今のガンノートという、このインタビューウェブ番組を2014年からスタートしております。そんな、がんノートなんですけれども、今日のゲストですね、改めまして、マスコさんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。マスコさん、簡単にこれ自己紹介をお願いできますでしょうか？はい。はい、出身地も現在地も、千葉県の船橋です。で、仕事は、今はもうちょっと退職してますが、生命保険会社をやってました。で、趣味はスポーツ観戦で、全般的に何でも見ます。好きです。なんか やられたりとかしたんですか？私はバレーボールをやってたので、やっぱりバレーボールの時期になると、結構こう真剣に見入っちゃいますね。春高バレーですね。そうです。涙しながら見てます。あとは、がんの種類は、子宮体がんで、告知された時にはもう 3B の。で、今は4まで、ステージ4までっていうことですね。あとは告知年齢は、最初が44歳で、最初の再発で49歳で、で、51歳の時に再再発をして、現在53歳です。で、治療方法としては、薬物療法と手術をしております。はい、というね、マスコさんなんですけれども、本当今回ね、いろいろ様々なお話も伺っていきたいなということを思っております。はい。でですね、どのような経過をたどっているかっていったところをですね、ペーシェントジャーニー、感情の浮き沈みをグラフにしたものでお伝えしていければと思っております。時間の経過や吹き出しなどをですね、こちら参考にしてもらえたらと思います。はい、実際、はい、マスコさんのペーシェントジャーニー、こちらになります。はい、だんだん下がっていって、一回山を迎えまして、そこからなかなかこうね、上に行けずにいるみたいな、そんな形かと思いますけれども、実際ちょっとお伺いしていきたいと思います。さあ、マスコさんの一番初めのところに関してはこちら、生命保険会社に入社とありますけれども、はい、40代で入社されていくんですね。そうです。ほうほうほう。はい、なんかきっかけあったんですか？人からの紹介とか、私がこう入っている生命保険の担当の方から、お仕事ちょっとじゃあやってみないっていう紹介を受けて、で、あ、じゃあちょっとやってみようかなっていう。はあ、そういうきっかけで入ったりとかするんですね。はい。はい、で、その保険会社に入られていって、そしてこちらですね。はい。不正出血が出ていき、病院行ったら入院になっていくといったところですけども、はい、こちらはその1年後ぐらいですかね。そうですね。一年後っていうか、その会社に入る時の健康診断で、はい、貧血の数値がちょっと低いから、で、病院に行ってくださいねっていうことで言われまして、で、そこから、いろいろな、こう、不正出血が、ひどくなったりとか、はい、してて、で、実際に病院に行って、その日のうちにもう入院ってなっちゃいました。うおー、じゃあ、入社前の健康診断とかで、そういった数値が良くないのっていうのは分かっていて、で、その後ずっとずっとこう見ていて、はい、そうです。で、ある時の不正出血がひどくて、はい、で、ちょっと病院に行ってみたってことですね。そうです。はい。
その病院に行ったら即入院っていうぐらいだから結構な量が出てたんですか、性出血は。そうですね。で、その貧血が、まあ通常11とか12とか多分あるらしいんですけども、うん、なんか4ぐらいしかなかったらしくって。ヘモグロビンとかですね。ヘモグロビン。なので、うん、まあ、輸血をしないとちょっとこれは無理だよねっていうことで、はい、即入院になりました。まあ、輸血するためにじゃあ入院していったということですね。はい。はい、そして、その後、こちらですね。検査、まあ、精密な検査とかいろいろその入院の時にしていったってことですかね。はい。はい。例えばどんな CT とか ?CT とか、あと心電図とか、まあ、もちろん血圧とかもそうなんですけど、あとは、やっぱり、不正出血なので、うん、原因が、こう、内診をしないとわからないんですけど、うんうんうん、どうしても、こう、出血してるときには内診ができないので、うん、一応、その、止血のお薬を入れたりとか、ですね。で、うん、この時の入院したときには何か、子宮が、おかしいぞっていうふうな見立てではあった多分、お医者さんの方では、あったと思います。そしていろんな検査をしていくにあたって、そして、がんの告知を受けていくと。子宮体がんという告知を受けていくわけですかね。はい。この時に。そうです。この時のお気持ちだったりとかどうですか？なんかいろいろ今ネット社会じゃないですか。はいはいはい。なので、自分のこの状態を調べると、うん、あ、これだな、あ、これだなって結構当てはまるものがいっぱいあったので、そんなに告知をされた時に、うんうん、こう気持ち的に、ああ、どうしようっていうのは不思議となくって、うん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 、あ、じゃあ冷静でした。結構冷静に受け入れれたんですね。はい、でも子宮体がんじゃないかっていうのはもう疑いはもう自分の中でずっと持たれて。ありました。そこからどうしていくかといったら、こちら、手術となっていきます。はい。こちら、手術すごいですね。いろんな、ちょっとこと書かれているんですけれども。そうですね。まあ、女性器を、まあ、ほぼほぼ、っていうか、まあ、全部取ったっていう感じですね。え、これは、なんかこういう手術するぞっていうのは、お医者さんから言われるわけじゃないですか。はい。いろんなとこ、こう、もう女性の性器を全部取っていくぞって言われたときは、ちょうど年齢が44、5なの、45ぐらいなので、うんうんうん、子供を出産をどうするかっていうところが結構お医者さんからしたら大きかったらしいんですよね。ただもうその時点で、もう子供っていうのは出産はもうしないと自分では思ってたので、まあ全部こう何かを残して不安材料を残して手術をするよりも、うんうん、全部取っちゃって安心した方がいいなと思って、うん、結構すんなりそこも受け入れられましたね。ああ、そうなんですね、はい。すんなり自分で受け入れることができて、ただそこから下がっていくことになります。こちら。腸閉塞、イーユスということで、はい、腸閉塞になっていく。これは手術の影響で。そうです。手術の影響で中がこう癒着しちゃって、で、結局腸と腸がこうくっついちゃう状態で、はい。あんだけやっぱ下がっていくってことは、体力的なところだって精神的なところで辛いことがあったんですかね。体力は本当に落ちました。筋力が落ちてしまったので、うんうんうん、なんか歩けない、こんなにも人って歩けなくなっちゃうんだって思って、あとは、なんかメンタル的に治療の期間が長かったんで、うんうんうん、どうしてもなんか早く結果を出してほしいっていうジレンマとはありましたね。イーユスってなると結構絶食を結構しないといけないと思うんですけど、どれぐらい絶食をしてたんですか？はい、トータルだと2ヶ月から2ヶ月半ぐらいです。ね、はい、やっぱめちゃくちゃこう、なんですか、痛いんですか？痛いです。痛い。最初は気持ち悪くって、こう、嘔吐がひどかったんですね。はいはいはい、はい、はい。で、そんなにそのお腹の痛さを感じ、気にはしてなかったんですけど、ある時、本当に急にもうどうにもならないぐらい痛くなって、で、それがちょうどくっついた瞬間だってお医者さんは言ってましたけど、うん、痛いです。痛いです。はい。いやー、そのね、痛さっていったところがあった中で、はい、
そして、腸閉塞。そのままそこで、手術を受けて、回復手術をして、はい、そして、イリウスの治療をしていくということですね。はい。そこから上がっていきます。それがこちら。薬物療法、TC 療法から DC 療法に変わっていくというふうなことが書かれているんですけれども、こちらは、その後抗がん剤にしましょうみたいな感じになってくるんですか？あ、そうです。イリウスが終わったら、もうすぐ抗がん剤っていう予定だったので、うんうんうん、結構間が空かずにやりました。始めましたね。TC 療法から DC 療法変わってるってことは何かあったんですか？手足のしびれとかだるさが副作用として強く出てしまったので、パクリタキセルをドセタキセルに変えたっていうことですね。それを変えたら少しはマシになるもんなんですか？いや、あんまり変わらない。そうなんですよ。もう一番最初に入れてるお薬ってなかなか抜けないじゃないですか。なので、もう最初に入れたお薬がずっと残ってるまんま、次の、まあ、ちょっと軽いものを入れたところで、あんまり変わらなかったです。でも気持ち的にはちょっとは楽に。気持ち的にね、はい、気持ちもね。なりました。そしてそのまま上がっていきます。次はこちら。薬物療法は終了していくということで、はい、これは何ヶ月ぐらい？6ヶ月ですね。6ヶ月ぐらい治療していって、はい、で、薬物療法は終了していくということで、はい、まあこれでもう、この時はあれですかね、もう本当お薬やらなくていいや。もう終わったっていう。あとは髪の毛が伸びるだけを待つみたいな感じですね。ああ、そっか。髪の毛はね、伸びる前に待とうというところで、ただこっから、はい、急転直下というところは、次こちらになります。首のしこり、リンパ節転移とあるんですけれども、すぐ、薬物療法終わってからすぐなんかしこりを見つけた感じなんですよ。終わって、うん、やっぱりこれも会社の健康診断で。すごいな、健康診断。はい、そうなんですよ。うん、ちょっとここを腫れてるねって、うんうん。で、なんか病気したことあるって言われたので、まあ一応こういうわけで、がんであれしてますってお話をしたら、耳鼻科にすぐ行きなさいって言われまして、で、すぐ行って、再発が分かったっていう感じです。一個ちょっと前に聞きたいんですけど、健康診断の前になんか自分のなんか起用歴みたいな。あ、はい。は書いてなかったんですか？あ、書いてます。書いてたけど聞かれたってことですね。そうか。で、リンパ節になんかあるねって言ったところで、自民国家行ったんですか？あ、そうです。自民国家って言われて、で、ここでもまた再建を。あ、そこでもして、そうです。で、リンパ節に転移してるね。はい。いうことが分かっていると。はい。この、転移が分かった時ってどうなんですか、その心情的には。最初が15年ぐらいなんですけど、うんうん、一応なんか5年間何もなければ一旦は感じって言うじゃないですか。だからそこを目指してはいたので、再発って最初の告知よりもちょっときつかったですね。ああ、再発しちゃったんだ。なんか、頭のどこかには、きっとどこかで再発は、頭にはあったんだけど、うんうん、実際問題、うんうん、そう言われてみると、うんうんうん、ちょっと凹みましたね。そっか、うん。いやー、そんな中でね、はい。ちょっとだけ上がる。それは何かというと、あ、寛解ならずっていうのにちょっと上がってるんですけど、これどういう？寛解ならずなんだけど、多分、もうなったものはしょうがないって思えてたんだと思います。あ、だからこれ考えならずっていうのは転移してるから考えならずってこと。そうです、そうです。そしてそこから、はい、ちょっとまた下がります。薬物療法また再開っていうか、新しい薬物療法していくんですね。はい。ただこちらが体に合わせた断念とありますけれども、はい。これは分子標的薬だったりとか、あ、そうです。ポイント阻害薬っていうものをしていったってことですよね。はい、はい、そうです。これ医療者、お医者さんから提案されて。あ、そうです。
お医者さんからこういうのがあるけど副作用も軽いしやってみないって言われて、うん、副作用が、ね、軽いんだったらじゃあやりますって言ってやったんだけど、結局そのもともとの抗がん剤の副作用とは別の副作用として血圧が上がっちゃったりとか下痢がちょっとこう続いちゃったりとか、うんうん、っていうことで体に合わなくて、うん、結局3回ぐらいやって、うん、もう断念しました。ちょっと体にきつかったってことですね。そっか。で、そこから、はい、ただ下がっていきます。それよりも下がっていくのは、両肺にも、転移が首だけじゃなくて、両肺にも転移していく。そうなんです。ほう。ただ、自覚症状がないので、うんうんうん、どこでどう転移してるかはわからないんですけど、うん、その、なんて言うんでしょうね。定期検診の時に、うん、CT 取った時に、両方の肺にも転移あるねっていうことで、それがこう1個2個じゃなくてちょっとちっちゃいけど複数あるから気をつけないとねっていう感じでした。両肺も転移にしてたらもうちょっとメンタル的にも来るんじゃないですか。うん、あの予想外だったので、なんか肝臓とか胃とかはもしかしたら、まあ、後々転移はあるのかなとは思ってたんですけど、肺って全然もう思ってなかったので、うん、母親の方がでもやっぱり肺に転移があると、うんうん、もう昔のイメージでは、うんうんうん、ああもうちょっと厳しい、なんか厳しいっていうイメージがあったみたいで、うん、結構しょげてましたね。いやーそうですよね。そこから、そう肺に転移、ただそこからちょっと上がっていくのは、大丈夫ですか？じゃあでこれ治療は？治療あこれこの後か。ずっと薬物療法はレンビマとか、うん、キートルーダの後に元に戻してるんですけど、うんうんうん、元の抗がん剤に戻してるんですけど、うん、あそれがこちらですね。あ、そうですね。あじゃあこれはずっと予肺にずっと続けてはいい。ただどうしても仕事となると、うん、病院と仕事とあと副作用とってなっちゃって、うんうんうん、どうしても仕事の時間が一番削られてっちゃうそうですね、なかなかこう思うようにできなくて、うん、でそうするとこう他の人に迷惑もかけちゃったりもしてたんでね、うん、ちょっと退職っていうことで治療に専念する方向を、うん、そこからはあのここ上がってるのは、うんまあ、治療に専念してちょっと頑張ってみようかなっていう、うん、あ自分のね、はい、気持ち的にもちょっと頑張ってみようかなということもあれです、うんということで。で、その後は、ま、DC 療法は継続していってっていうところですね。はい、そうです。はい。そして、最後になっていくのがこちら。休薬しながらか。そうです。今までだと多分6ヶ月でやってたのが、3ヶ月やって、ちょっと2、3ヶ月お休みして、うんうん、また3ヶ月ぐらいやってお休みしてっていう感覚で。されているということですね。はい。そして、冒頭に出た網膜剥離がここで起こってくるという、このね、数日前にといったところなんですけれども、はい、この抗がん剤の、なんか、影響が、みたいな感じで、網膜剥離が。ってこともあるし、うん、まあ、たまたまなのかもわからない、うん、まあ、断定はできないんですけど。どんな感じなんですか、網膜剥離だと。私の場合は上から剥がれちゃってるので、はい、下半分がまず見えない、黒くなって膜が張ったみたいになっちゃって、うん、で、今は、まあ、ほとんどもう9割ぐらい見えてないので、うんうんうん、片目で見てる感じと一緒です。そこそこ、はい、ただ痛みがないから、うんうん、ちょっとは楽です。見えなくなるということですね、うん。ありがとうございました。では、ここからですね、それぞれの項目に分けて、ちょっと、お伺いをしていきたいなということを思っております。まず一つ目、はい、こちら、副作用、後遺症のことといたしまして、マスコさんのね、いろいろ様々ある中の、この副作用、特にきつかったな、だったりとか、いや、後遺症まだこういったもの残ってるんだよ、だったりとか、そういったところってちょっと教えていただけたりとかしますでしょうか？はい、やっぱり一番きついのは、うん吐き気とだるさですね。はいはいはい、抗がん剤治療の。抗がん剤治療のその後の。
なので吐き気があると食事もお腹は空いてるんだけどなんか食べられないし、何言って日にちがこう過ぎていくと味覚障害がやっぱり出てくるので、はいはいはい、自分で何を食べたいのか何が食べられるのかっていうのもわからないし、うんうん、それはやっぱり一番ちょっと今でも辛いですね。何食べたいのかもわからなくなってきますね。そうなんです。でなんか見てるものと実際に食べた味が違うんですよ。そっか、はい、なかなか味しなくてね、パサパサし、ね、あそうですねっていうふうなこと聞きますよ、はい、いや今はちょっともうずっとですよね。ちょっとマシになった。あ少し楽です。少しだ、はい、少しだ。だから食べられるものが見つかると、だからもうそればっかり食べてます。ああ、味がするぞっていう。そうです。もうこの味は大丈夫な味と思って、そればっかり今食べてます。ちなみに何が味する感じですか？今は、フルーツと、はい、あと、フルグラ。おお、フルグラ。はい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 。牛乳は大丈夫なので、うんうんうん、もう今は何かあればフルーツか、フルグラかです。まあ、一応ね、ちゃんとあの、あ朝のね、栄養とか、ちゃんと取れるようなやつですもんね、フグラとかね。じゃあ、栄養のバランス的には、なんか。でも、健康とか。ね、なんかそういうものを食べてと言ったところです、うん。はい、ありがとうございます。そして、その次、こちら。病院のことといたしまして、うん、病院どのように決められたのだったりとか、医療者の関係どうなのだったりだとかあるんですけれども、病院はあれですよね、地元の病院を選ばれたんですよね。はい、そうです。一応総合病院で、で、何かあった時に、うん、まあ行ってる病院だったんで、まあそこで、うんうん、選びました。医療者とのコミュニケーションスムーズでしたか？基本的にはスムーズで、多分担当の先生とも相性は良かったんだと思うんですよね。ただ、治療していくにあたって、なんて言うんでしょうね。さっきイデオスの話ありましたけど、はいはいはい、うん、その外科の先生と、あの婦人科の先生との、その治療方針の違いだったり、っていうのがやっぱりどうしても、うん、あったようで、患者側から見ても、ちょっとそれは感じましたね。ああ、こう、かとかの治療方針の違いの。こっちは抗がん剤早くやりたいし、うん、で、外科の方はもうちょっとゆっくり治ってからの方がいいし、うんうんうん、っていう感じで。そのね、なんか間に立たされる患者さんはちょっと辛い、ね。そう、どっちでもいいんだけども。最終的にどっちかったとかあるんですか？最終的には外科です。外科の先生が、うんうん、やっぱりそんな1週間2週間早く抗がん剤やったところで何が変わるわけではないんだからっていうことで、うんうんうん、それで外科でじゃあしっかり、イリウスを治していこうっていう方向になるということですね。そうです。時間をかけて腸閉塞を、はい、ただしただその後あれですよね、結局手術されてるんですよね。あ、そうです。イリウスは手術をしてます。それは結局見ていった中でちょっと何かやっぱ手術せなあかんなって外科が判断したってこと。その治療に管を、うん、鼻から管をずっと入れて絶食をするんですけど、うん、それに私が耐えられなくなっちゃって、もうこのまま続いて何も変わらないんだったらもうすぐ手術をしてくださいって。申し出をしてで手術をしてもらいました。あ、そうですね、はい、じゃ結局そのね、あのやった時間は何だったんだっていう風な感じになるかもしれないですけど、そうなんですよね、まあ、手術をされて、まあ、そういったところもあったといったところですね。ありがとうございます、うん、そして次はこちら家族のことといたしまして、うん、家族、今益子さんは何人家族ですか？今は母親と2人で住んでます。あ、お母様もね、はい。はい。お母様との関係だったりとか、なんかその心配されただったりとか、サポートだったりとか、どうですか？うん、もちろんサポートはすごくしてくれますよね。どうしても、あの、病院から帰って退院してきても、私の体調が悪いとゴロゴロしちゃうことが多いんで、そこに対しては、こう気を使ってくれてるのは、すごくありがたい。うん。ただ、
なんて言うんでしょうね。あの、母親も、うん、多分私の治療に対して、うんうんうん、こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいっていう思いはきっとあるのか、はいはい、だと思うんですね、はいはいはい。なので、あんまりこう、根詰めて話し合いをしたりとか、うん、相談をしたりとかっていうのはないんですけど、うん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 、でもこう、端々にそういうのは感じますね。感じますか。はい。まあけどですね、あの、マスコさん人生ですかね、うん、マスコさんがこう、決められて、はい、あの、治療を受けられているっていうところが、いいのかなと、うん、あの、勝手に思ってはいますけれども、うん、はい、ありがとうございます。そんな中で、マスコさんの次、お仕事のことといたしまして、うん、お仕事、お仕事、こう、お休みになられたりだとか、したかと思うんですけれども、はい、その、お仕事とその、治療との兼ね合い、とか、周りのその同僚さんの反応だったりとかいかがでしたか？同僚は、やっぱり事務所みんなでサポートもしてくれましたね。うんうん、すごいありがたかったですね。うん、すごい。だから、こう、ね、腫れ物に触るようなとかっていうのは全くなくって、うん、で結構みんながそれぞれに声をかけてくれたりとかもしましたし、うん、なんか、たまに、こう、ちょっと調子が良くて会社に行くと、あの、今日元気そうだねって、やっぱり声をかけてくれると嬉しいので、うん、じゃあまた頑張んなきゃなって思ったりもしてましたね。うん、お仕事、その、ね、休まれてたりだとか、うん、あの、その期間とかって言った時には、こう会社にまあもう、ちょっとお休みしますって言ったらすぐお休みできる。できます。はい。であとは療養休暇っていう制度も福利厚生の中で入ってるので、はい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 、ある程度あのどうしてもこう手術が重なっちゃってたりすると長期のお休みになっちゃうので療養休暇で、まあ、1ヶ月2ヶ月3ヶ月、うん、お休みをもらってっていうことも、はい、結構みんなよくやってくれました。あ、いやそういうのがちゃんとね はい、あるところって言ったところ素晴らしいですね。ありがとうございます。そして、お金や保険ということでね、保険会社に勤められていたのでね、ここら辺ちょっと詳しいと思いますけれども、ここはいかがでしたか？あの、保険はまず、あの、愚問かもしれないですけど、入られてましたか？あ、入ってました。あ、よかった。はい。自社のに。自社のに保険が入っていて、はい。じゃあ保険で、その、お金だったりとか結構こう、出ましたか？どうでした？そうですね。やっぱり最初の診断の時って、うんまあ、一時金とかがあったものに入っていたんで、うん、そこら辺はまあそれで賄えたのかなとは思うんですけど、ただ再発を2回してるんで、うん、その再発の時っていうのは一時金ってもうないじゃないですか。なので給付金って後から請求なんで、うん、結局は最初は自分で払わなきゃいけないから、まあ、多少ちょっと厳しいところもあったのも正直なところですね。そっか。一時金ってちなみにどれぐらい出る感じだったんですか？私は100万でした。うん、ただ、入院が長かった分、うん、その入院費用として結構加算された部分が大きくって、あと手術をしたりとか。あまあそういったところで保険を活用されていくっていうところですね。はい、はあ。最終的に結構そのどれぐらいお金が出たとかっていうのはありますか？ざっくりざっくり。ざっくり2、300万は出てると思います。ただじゃあマイナスになったかっていうと、そこまでひどいマイナスではないのかなともちょっと思いますけど。うんうん、まあね、それで、いや、たとえそれでね、プラスになっても、それは次のね、今も治療されてるわけですし、うん、その治療の、なんかこう安心材料になりますよね。そうですね。全然保険屋さんじゃないのか。保険屋さんっぽくなんか、ちょっとあれですね。ごめんなさい。あの、はい。で、まあ、実際の保険屋ね、あの営業されていたところで。そっか。じゃあ今、治療費に関してはもう、治療費今までじゃあ、どれぐらいかかってるん？自分、まあその入ってくるものを別にして、自分が払ったものって換算すると、どのぐらいだろう。
多分4、500は。わお。思ったより言ってた。本当ですか。はい。と思います。はあ。それはどうやって賄うんですか。保険の、まあ、給付金とかはもちろんそうなんですけど、うん、もうあとは貯金ですよね。おお、そっか。はい。はあ、結構思ったより言ってました。そっか。だから変な話、入院って、うん、こう大体1週間ぐらいするんですけど、うんうん、1週間入院すると、じゃあいくら給付金が下りるって自分で計算できるじゃないですか。できますね。だから、まあ、ずるい考えかもしれないですけど、いやいやいや、じゃあ、1日ちょっと今回は多めに入院しようかなとか。いや、だってそれでね、そう、はい、結構、その主治医の先生も、そういうのをこう、私の体調に合わせてやってくれてたので、うんうん、私が退院しそう、できるって思うまでは、やいていいよってやっぱり言ってくれたから、ちょっとそこに甘えて、うん、そういうこともしてました。まあ、けどあれですからね、別に医療的にちゃんと、うん、退院できるタイミングをちゃんと医療者と話されてますからね。はい、はい、そこは、誤解なきをお願いいたします、はい。ありがとうございます。そこからですね、次はこちらになりますね。はい。工夫していることといたしましてということで、工夫していること、今日常生活で何かこう、なんか重いものを持たないようにしてるだったりとか、うん、なんかこう、通勤ラッシュを避けるようにしてるとか、何か工夫していること何かございますか？私の場合は食事ですね、やっぱり。うん、どうしても味覚障害が出てしまってるので、食事がちょうどこうサンド取れないかったり、食べられるものが限られたりするので、無理に食べようとはしないで、お腹が空いた時に、ちょっとこう、さっき言ったフルグラとか、うん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 、ちょっと牛乳飲んでみたりとか、食べられるものを食べるように工夫はしてますね。そっか。そういう食べるものを食べてって言ったところで、今、イリウスとかは今、再発とかしないですか？今のところはしてないです。そっか、そっか、そこの腸閉塞、またな、ね。またも、ね、年月が経ってもね、なる人が、なる人多いですからね。はい。ちょっと気をつけながらです。そういう、食べれるものを、まあ、食べれるときに食べて、まあ、無理に3食、難しかったら食べないようにしたいっていうふうなところをしているっていうことですね。はい。ありがとうございます。そして最後にですね、こちら、メッセージといたしまして、はい、メッセージをですね、マスコさんから、今、闘病中の人たちに向けていただいております。はい。無理しすぎないことだと思います。どうしても、こう自分が病気でとか入院しちゃうってなると、こう自分の殻にこもっちゃったりすることが多いと思うんですね。実際私もそうだったんですけれど、無理をしすぎないで思ったことは、家族だったり、まあ、病院の看護師さんだったり、ドクターだったりに、率直な気持ちを伝えていいと思います。それで少し気分がスッキリすれば、また、こう、治療に前向きになれると思うので、無理しすぎないっていうことが大事だと思います。はい、ありがとうございます。無理しすぎないっていうことでね。はい。今までは結構けど、マスコさんは、まあ、ね、お仕事だったりとか、その治療だったりとか、今まで無理はされてた人生ですよね。してました。はい。ですよね、はい。それをどこかでこう無理しないようにっていうところで、はい。そうですね。どうしても無理をしちゃって、本当は全然大丈夫じゃなくてメンタル弱ってるんだけど、うん、そうじゃないふり振る舞ったりとか、うんうんうん、っていうふうにしてたので、うん、実際、まあそういうふうにすることで自分のモチベーションも上がるっていうのもあったんですけど、でもやっぱり無理は無理なので、うん、本当もう無理しないで、こう吐き出すこと、まあ、大事だと思います。無理しすぎないで吐き出すということで、はい、もうそのね自分の心情を吐露してそれで少しでも楽になってもらうっていうところで、うん、はい、結構じゃあ心情を吐露してらっしゃるんですね。そうですね、今結構まあ仕事もねちょっと退職したっていうのもあるので結構こう楽に逆転的に生活できてる気がします。ありがとうございます。はい。といった中で、今日のね、がんの富に終わっていくんですけれども、どうでした？
マスコさん、この時間は緊張です。緊張して緊張してます。緊張して言いたいこと伝えれましたかね。大丈夫ですか、ね。はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい。はい。またね、ちょっとこの後どういう風になっていくのか、またマスコさんのお話だったりとかまた聞いていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、それではこれにてですね、ガンノートミニ終了していきたいと思います。はい、もしよければですね、また皆さん、この番組においてチャンネル登録などでですね、応援してくれると嬉しいなと思いますので、こちらね、チャンネル登録ボタン押してもらえると嬉しいなと思います。これで、終了していきたいと思います。皆さん、次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。